ブラントリーとのマッチ、おっとここはブラントリーが守るか、タフショット、これを沈めました。リージャホグ、はー走っている、原のカッティング、長崎はどうしてもねこの激しい連想をやる上でねファールが多いんですよね。ステップバックしてスリーポイント、富樫今日は第1クォーターから火を吹いてきました。ムーニーがボールを持つ富樫へ、ムーニーはダイブしていくが富樫自分で行くのか、おーっとリバースレイアップ、これを沈めました、ね、ホームに通った、2人で行く長崎、外に振ったスリーポイント、金近に出た。昨日の試合では20分の出場、得点はゼロだったんですが、はい、2本目を狙う金近、シューターっていうのは、はいはい、ああいうもんで1本シュートが、1本目のシュートが入ると、はい、気持ちよく次のシュートも打てるんですよね。富樫はここを攻めていくか、得点を狙いに行く、さあ馬場雄大がいなくなった今、富樫を誰が止めるのか。おお、ここをしっかりとボールを保持しました、外に振った金近、3本目のスリーポイント、今度は金近、外に振った田代のスリーポイント、ファールには気をつけたいが、富樫がまだボールを持っています。ムーニーに通った、ムーニーがダイブしていく、守り切りました。そして走っている、逆に速攻 DJ ホグ、レイアップ、ここを取り返した。個人技で打開できる選手たちがたくさんいるが、取り合う DJ ホグが奪った、今度はスリーポイントでいく、レイアップの次はスリーです。DJ ホグ前を向いている、自分で行った、もうボールハンドラーもやっちゃってますからね。そして自ら押し込んで押し込んで得点することもできますホグ押し込む、ホグ押し込む、ムーニーが走り込む、ダイブしてきた、エンドワンです。強いですね、ああいうところね、やっぱりノーファールで、これ上手上げてないでしょう、今のレイアップも手上げてないんですよ、富樫、はいはい、まだ持っています、タフショットを沈めました。さあホグが走っている、ホグレイアップ、ダブルクラッチで得点です。いや今のもね、ムーニーの力強さ、ムーニーが押し込む、タフショット沈めた、ムーニー勢いに乗る、止められない、あ今の意味ですね。そしてタップ押し込んだ、ホグちょっとねここピックアンドロール、そうですね、これやられそうだな、そうだな、しょうがないですね、これ切り替えてねプレッシャーしてほしいですね。富樫がスピードに乗る、荒尾に託した、荒尾の得点です。マークスミスに、富樫にマークスミス、富樫のスリーポイント、このシュートコースを開けました。クリストファースミス、原に通ったタフショット、フェイダーウェイシュート、これを決めた。そして第3クォーターが終わりました。マークスミスからフロイドのダンクを狙うが、ムーニーが手を伸ばす、富樫、原などが糸口を掴むことができるか、ダブルクラッチで得点、さすが、難しい体勢、おっとホグのブロック、富樫かわす、山口を振りほどいた、そしてムーニー、いやーここでねやっぱ富樫のこのねやっぱ落ち着きようですよね、出しどころエルーが立ちはだかる。富樫抜いた、マークスミスを抜いたスクープショットを沈めました。大事な場面で決める男、富樫勇樹、はい、やっぱその中でねやっぱりこの最後のねやっぱ勝負どころ、このステージでの対戦を喜んでいるようにも思えますが、富樫から中のムーニーに通った、ここは完璧ですね、崩してますね、ジョン・ムーニーからエルーが立ちはだかります。富樫馬場のマッチアップ、そうですね、富樫が抜いていった、富樫勇樹ここにありという得点です。さっきねブロックされたんでね、4点リード、時間的に時間を見て両チームともにプレーをやめました。千葉ジェッツは5連勝です、はい、簡単にシュート打たせてもらえないですけど、はい、最後しっかり大事な場面で決めることできたから良かったなと思いますし、はい、まあ、今日ねいろんな修正点ありますけど、はい、このタフな2試合本当に勝てて良かったなと思います。長崎なんですけど赤い T シャツを着たブースターたくさん会場に来てくれましたし、はい、画面越しでもたくさんの人が見てくれると思うので、はい、千葉ジェッツらしいプレーをね見せていけたらいいなと思います。